キョウティンの K が入ってる香りシャボンです。これがお部屋にあったらもうそれだけで華やかになるよね。バナナマニア中村ちゃん、どうもガチョスです。はーい、キョウティンです。今日紹介する商品はこちら、コロントシャボン、シャボンドレッサーデラックスセットです。来ました、コロントシャボン。はい、はい、いい香りの小粒石鹸が簡単に作れちゃうコロントシャボン、今日はそのデラックスセットを紹介します。コロントシャボンがね、ドレッサーになってさらにさらにパワーアップして登場しました、はい、そのアイテムね、本当に可愛いが詰まってるのでみんなにも見せていきます。それでは早速やっていこう。バンマニ、はい、ドレッサー出してみました。いい、可愛いよ。可愛い、キョウティン、このハートがお気に入りなんです。キラキラしてるね。キラキラしてるよね。じゃあドレッサーの特徴を一つずつ見ていきます。ドレッサーの特徴、一つ目、これコンパクト型の可愛いキャリーケースがついてます。おー、今回ハート型だ。そうなんです。ここにもね、クリスタルがついてます。そしてカッと開けて香りシャボンが入れられるようになっています。持ち運びもできる。うん、ドレッサーの特徴2つ目、この私たちが前紹介したキャリーケース覚えてますか？あー、懐かしい。これがここに置けるんです。3つも入るの？そうなんです。こんな感じで可愛く飾ることができます、ね、ドレッサーの特徴3つ目、ここに透明のケースがあるの分かりますか？あ、うん、こうカッと開けてね、香りシャボンがしまえます。こんな風にも入れられるの？そうなんです。外から見ても可愛い感じになってます。すげえ、またいっぱい作ろうぜね。バンマニ、はい、早速作っていくんですけど、はい、このシャボンドレッサーデラックスセット、なんと中身もね、超デラックスになってるので。いや、すごいね、めちゃめちゃ多いじゃん。そうなんです、ちょっと紹介していきます。石鹸の粉がね、4種類ついてるんだけど、2種類がラメ入りになりました。ラメ入ってんだ。うん、キラキラの香りシャボンが作れます。混ぜ混ぜポットで石鹸の粉を楽々混ぜることができるようになりました。次、文字プレートが入ってるんだけど、うん、作った石鹸にアルファベットの刻印が入れられるんです。じゃあ自分の名前の刻印入りのやつが作れるってことでしょ？そうです。さらにトモシアパックがつきました。はい、作った香りシャボンをパックに入れて友達にプレゼントすることができます。そのまま渡すんじゃなくて袋にちゃんと入れて渡せるってことね。そうなの。すごい、それいいわ。はい、じゃあ今紹介したラメ入りの石鹸の粉と混ぜ混ぜポットと文字プレートを使って早速香りシャボンを作っていきます。バンマニ、はい、早速作っていくんですけど、作るときは必ずこのプレイシートの上で作業してください。で、今日はこの2つのラメ入りの石鹸の粉を使っていきます。ここで登場、混ぜ混ぜポットです。この2つを混ぜていきます。混ぜ混ぜポットにはスプーン6杯分まで入ります。入れていきます。そしたらポットの蓋をしっかりと下までかぶせます。はい、カチッと音が鳴りました。そしたら手で押さえながらこの持ち手をね、反時計回りにくるくる回します。はい、しっかりと混ざりました。はい、そしたらこのブレンドした石鹸の粉をお花の型に入れていきます。はい、こんな感じです。入れます。はい、入ったので今度はお花の押し棒で8回から10回押していきます。はい、押しました。そしてこれが登場します。プレートガイドと文字プレートです。キョウティンのね、 K が入ってるものを選びました。そしたらこのプレートガイドにこのね、 K の部分をこうやってセットします。そしたらこのお花のね、型をここにセットします。お、あそこにセットできるようになってんだ。そうです。そしたらこの押し棒で 2,3 回トントンします。はい、そしたらプレートガイドから外して押し棒を少しだけ押してそっと手で取り外します。はい、キョウティンの K が入ってる香りシャボンです。すげえ、簡単に作れんじゃん。 G も作りましょうか。あ、わかりました、ガチャさんの G。 はい、はい、キョウティン作ってみました。おー、すげえ。 KYOTYN、 G、キョウティングループね。違います違います、ガチャスの G です。あ、俺の G、 いやだったら残りも作ってバンダイマニア。はい、じゃあさっき作ったキョウティンと G をね、なんだ G 交換します、シェアします。あ、トモシアね。あ、そう、トモシアパックに入れました、はい、じゃあ G をあげます。代わりにキョウティンをください。
はい、ありがとうございます。1個しかないんだけど。そうですよ、こうやってさ、うん、作ったものを友達とシェアできるのめっちゃ良くない？確かに、しかもラメ入りだからね、これ。そうそうそう、で、名前も入れられるからさ、うんうん、こうなんかプレゼントする時とかになんかその子の名前こう入れてあげて、うんうん、これあげるってなったらさ、うんうん、確かに嬉しいじゃん、プレゼントに名前がついたら嬉しい。それはこれいいね。ドレッサーに今使ったこの道具たちも入るので、ちょっと収納してみましょうか、うん、あ、オッケー、この作ったやつも入れるのね。そう、この香りシャボンも入れていきます。はい、バンマニ、この青いところに文字プレートを入れます。これらも入れていきます。たくさん入ります。まだ入ります。すごい、まだいっぱい入りそうじゃん。こんな感じで入りました。お、石鹸の粉もまだ使い終わってないやつは入れられるってことだよね。そうなんです、これも入ります。すごい。はい、で、ここの丸いところあるんだけど、ここに混ぜ混ぜポットがぴったり入ります。すごい、ぴったり入る。で、ここのね、透明ボックスにたくさん作った香りシャボンを入れていきます。入れるときはこれで香りシャボンをすくって入れていきます。はい、入れました。おー、すげえ、全部入ったじゃん。全部入りました、ね、まだ入ります。でもそしたらこれをここに収納できるようになってます。なるほどね。はい、じゃあ最後に仕上げにキャリーケースを置いて、かわいい。すごい、机の上にさ、いっぱい置いてあったけど、うん、それも全部入ったね。確かに、収納されました。これがお部屋にあったらもうそれだけで華やかになるよね。じゃあさ、これ持ち運びたいとき、こっからさ、うん、香りシャボン取って、うんうん、このパクトキャリーの中に入れて遊びに行けるってことだよね。そうだね、ボールチェーンもつけてバッグにつけてもかわいいね。バンマニ、はい、今日はコロンドシャボン、シャボンドレッサーデラックスセットを紹介しました。いや、盛りだくさんだったわ。盛りだくさん、もう本当にパワーアップしてたでしょ。パワーアップしてた。このさ、ドレッサーももちろん可愛いし、ラメ入りもできて、混ぜ混ぜポットです。簡単に混ぜ混ぜできて、さらに文字入り香りシャボンも作れちゃう。本当にデラックスです、こちら。すごい、これ。みんなもこのアイテムをゲットして、たくさん香りシャボンを作って、このドレッサーにしまってみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。